おい。ポケモン抽選パルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレット・バイオレットの DLC 解禁までに全ポケモン活躍しなければポケモン引退。アイドルパーティーめちゃくちゃ可愛いですね。今回僕のパーティーもこのワンコちゃんに劣らずめちゃくちゃ可愛い面構えで揃えてまいりました。まあ、相手もね、多分可愛い子ちゃんポケモンたち絶対センスで来ると思うんで、僕もねちょっとね皆さんに一押しの可愛いポケモンちゃんを使っていこうかなと思います。それがヤレユータン。みんなヤレユータンって知ってる？もうこんなポケモンパルティアで多分見たことないと思うんですけど、どういうことができるのかっていうのを今回は見せていけるといいかなと思います。あとブイズパーティーなんでめちゃくちゃ刺さり方がエグいです。まずは先発、多分エイフィーから来ると思うんで、一回脅ししで相手の攻撃見計らってからちょっとヤレユータンにバックさせるような、そういう動き方で戦っていくといいかなと思ってます。もう今回はマジエイフィーのマジックミラーに気をつければほぼほぼ勝ちと言っても過言ではない。ではよろしくお願いします。あ、かわいい。チョコーンって乗ってる。美味しそうだね。サンダースからか。これはまず一つ賭けは成功しましたね。今回脅ししこだわりスカーフを持たしているので、ここは先制で大事の力を打つことができます。あとはサンダース、まあなんかタスキ持ちそうなイメージあるんで、ここでタスキを潰してボルトチェンジされて2匹目のポケモンが見れるとめちゃくちゃアドバンテージ高いですね。ちなみに脅ししは特攻がバカみたいに低いので、サンダースの耐久では多分全然大事の力耐えてくると思います。まあ、ざっと6、7割ぐらいかな。完璧すぎる。もうざっと7割ぐらいです。まあ、これはギリギリ耐えれると思うんで。はっ？メガネかこれ。なるほど。命の玉レベルだと、どうやら脅ししの耐久では足りないみたいです。じゃあ、ここはヤレユータン行っちゃいましょうか。もう今回は多分、ヤレユータンを使ってる人でも使ったことがない、奇想天外な方をご紹介します。ここはあくびをしていく。で、ここであくびを打つことがめちゃくちゃ重要で、多分ここ相手10万ボルトで突っ張ってくると思うんですよ。まあ、ボルトチェンジでもいいんですけど、とにかく、ボルトチェンジを打ってきた場合は、ここで、エイフィーに交代されるパターンが一番だるいかなっていうぐらいかな。そう、今回はね、めちゃくちゃ考えられてて、まあ、ここはボルトチェンジやられちゃうんですけど、これで、あくびを打つじゃないですか。で、あくびを打ったら、その、あくびされた相手って交代してくるでしょ。あ、オッケー。逃げならいいですね。で、その交代をしてくるところに合わせて、トリックルームをして、とっておきで、ボコボコにしていく。これが今回のテーマになってます。え、それやったら、あくび、いらなくない？って思うじゃないですか。いや、このあくびが、めちゃくちゃ大事で、このトリックルームとっておきだけにすると、ゴーストタイプと鋼タイプのポケモンに有効度なくなっちゃうんですよ。で、今回はこのメラルバをトリルカで活躍させたいっていうこともサブテーマに置いているので、あくびを入れることによってメラルバないしトリックルームが切れそうなタイミングであくびをすることによってデカヌちゃんなどに付いていく。これを今回は考えています。で、ニンフィアがなんか堂々と突っ張ってきたんで、ここテラスタル切るか悩んでます。ちなみに今ちょっとダメ系してるんですけど、シルクのスカーフ、とっておきノーマルテラスタルで、HP ブリニンフィアを中乱数、まあ、6、7割一発で倒せるらしいんで、ここはテラスタル切ります。まあ、メラルバにも交代してもいいんですけど、多分フレアドライブだけではニンフィア倒しきることできないんですよね。なので、一回ここは、ヤリユータンでノーマルテラスタル切って、とっておきで、可能な限り削っていきましょう。おい！え、ニンフィアの方が早く動けんの？マジで？あ、今回、僕のヤリユータン、勇敢で育成してるんで、ニンフィア普通に、ま、素早さ続くちは同じなんで、ま、それでも取れるかだったら、加工補正かかってるし抜かせるやろと思いきや、相手もこれ加工補正かけてますね。冷静さ1かな？え、エイフィーとかでトリル繋げたりとかそういうギミックが当たる感じなんですかね。
さあ、ここブースター来ちゃいましたが、これ電光石火があると終わりますね。おい、勘弁してくれよ、マジで。うわー、でもここでさ、相手がめちゃくちゃ兆候してるけど、この兆候やったら電光石火ないでしょ。で、ブースターは最近草分け習得したんで、あ、だよね。素早さに振り切るやつの方が多いと思うんですよ。だよね。オッケーオッケー。で、これで取っておきがすかされちゃいますけど、多分根性型かな。根性型じゃない、なんでしょうね。謎ですけど。火炎玉かな。なんか、テラスタル切ることで、このカラー元気を発動させつつ、そのついでに火炎玉でボッて燃える感じの型ですかね。あ、ブースター耐久ゴミなんで倒せます。まあ、守るでトリルターンちょっとガラされちゃいましたけど、ギリギリ一旦残ってるんで、これはもう上から取っておきで勝ちですね。いいじゃん、やりゆうたん。これ、どうですか皆さん。まあ、もし後続とか考えないんであれば、トリックルーム取っておきだけで使っていくのがめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。相手のパーティー初手いい家から来そうですね。というのも僕のパーティー、相手から見るとデカヌちゃんあたりから初手で来そうだし、ヤレユータも考えられるんですよね。なので、今回いい家をせき止められる炎の番人デデンネを初手に置きながら、後ろからデカヌちゃんメラルバでいいかな。多分この布陣にしておけば概ね勝てるんじゃなかろうかと思っています。実はデカヌちゃんの型破りで、ラウドボード天然無効化することができるんで、まあ、そっから炎テラスタルで、間違えた。地面テラスタルで、ボコボコにできるんじゃないかなと踏んでます。よろしくお願いします。いいよ、来たね。アクアボールから来た。いやー、こんなやつが金魚だなんて、びっくりだよな。もう初見で見たらこんなん、土佐金との親戚かなって思っちゃうよな。ここテラスタルされたら負けです。オッケー、メガネじゃなければ耐える。あぶねえ。首の皮一枚繋がりましたね。オッケー。とりあえずこれで、最速スカーフじゃなければ多分、デデンネで上が取れると思われるので、こっからはひたすらデデンネで回電波をして、デカルちゃんに繋げられるようにしていきましょうか。121でした。242だから、まあ、多分純速ならオッケー。え？なに？クリアチャーム？おい、クリアチャームなんか、俺以外で使ってる人初めて見たぞ。これはびっくりですね。とりあえず、一回の前歯することによって、この、デカヌちゃんの心もとない地ならしで、押し切れるように、削っておきましょうか。さあ、こっからデカヌちゃん、やっていきましょう。まあ、相手がスカーフじゃないことはもう確定しておるからな。とりあえず、ここは抜かされる心配まずありえない。そして、僕がする選択肢はただ一つ。身代わりを張って、いい酔いが痺れるのを待つ。今回は、カムラの実を持たせておりますので、このカムラの実発動することによって、そっから、マスカーニャを抜かせるようにしていこうかなと思います。多分、こんなカムラの身型で使ってる人、僕しかいないでしょうね。いや、本当はさ、もっと、なんか強いポケモン引いて、電磁波ステージロックとかしたかったんですよ、本当は。本当はそれがしたかったのに、今回はもう、なんかデカルちゃんよりもエースで張れるやつが、他にメラルバしかいなかったんで、あまりにも心配すぎたんで、今回これで戦っていきます。まあ、冷静に考えて、デカルちゃん、8世代で大暴れした、ザシアンと同じタイプなんですよ。で、かつ、ザシアンに匹敵するデカハンマーが使える。だから、普通はザシアンに匹敵するぐらいに高火力であるべきなんですよ。なので、今回は相手に第8世代のザシアンを思い出していただくべくして、研磨、そして、カムラの実を加えることによって、実質ザシアンの火力を相手にぶつけていこうかなと思います。さあ、これで準備は整いました。ちょっといい酔いがハンマーでかすぎて何も見えないですが、これで倒していきます。まずはね、やっぱハンマーを使うのはやっぱりオーバーキルすぎるから、まずは朝飯がてらにね、
地ならしを打つことによって相手の待機を見ていきましょうよ。セグレイブ、まあセグレイブもね、残念ながらデカハンマーで刺激です。打つえもうこの火力がたまらんのですわ、本当に。いやー、ザシアン使ってる気分になりますね。で、正直で僕ザシアンが強いと思ってるのは、火力が高くて素早さが高いだけじゃなくて、あの中途半端に耐久が高いところが僕は一番強いと思ってます。いや、あいつさ、耐久が高いのが一番罪だよな。俺正直あいつの耐久なんかもう出属値20から20ぐらい下げて、その分攻撃に回してくれた方がまだなんか中途半端に強すぎないで過ぎたキャラクターで終わると思ってたんだけどな。それするといよいよヌオーとかが受からなくなっちゃうから、まあなんとも言えないですね、本当に。ザマゼンタがかわいそう。で、デカハンマーは連チャンで使える技ではないので、こんな感じで地ならしの半減で受かるようなポケモン相手になると死にます。まあここの枠割と別の技でもいい気がするんですけど、他になんかいい技あるよって方いらっしゃったらコメントで募集してます。畑落とすはギリギリ耐えるっしょ。あぶねえ。あぶねえ。いやー、HP に特化させてよかったわ。メダルバ、お前、エースウッパとかやったら間違いなく消し飛んでたぞ。よかった。いや、お尻プリプリかわいい。ありがとう、メダルバ。マスカーニャの畑落とすを耐えてくれて。おい、スカンプ。お前、やれるんけ。今回先発、なんか、イルレイとか、巨ジョーンから来そうだから、スカンプーから今回デカルちゃんに繋いでいくコンボを皆さんにお見せしようかなと思います。あとはバスラオに対してもスカンプー、ワンチャンあるかもしれないんで、後半は割と僕の信用度が一番高い脅しし、この3匹で戦っていこうと思います。よろしくお願いします。そういや、メタモン久しぶりに見たな。なんか昔、ソード&シードっていうゲームでは、金殿2匹使えるランク魔の環境があったんですよ。その時にめっちゃメタモンが流行ってたんですけど、抽選パを使ってる僕には全然刺さらなかったことだけが覚えてる。もう、SV 環境も正直メタモン流行ってほしいですね。ここは挑発から行きましょう。なんかパオジアンとかをさ、パクったら割と強そうな気はするけど、現実はそれは甘いのかな。やっぱりなんか固有のアイテムを持ってるポケモンをパクって、そっから持ち物自由に使えるのがやっぱりメタモンが昔強かった理由なんでしょうね。本当にメタモンが最近全然いなくて寂しいです。で、今回は巨ジョーンをデカルちゃんで起点にしたいんで、ここスカンプね、退場する方がちょっとコスパ良さそうですね。脅ししに交代したらしたらで、結局トリック押し付けたところで中途半端にダメージを受けて終わっちゃう気がするんですよ。なのでここはちょっと HP もったいないですが、置き土産をして、そっからデカルちゃんについで戦っていこうかなと思います。幸い挑発したことによって鉄壁も使えないしね。では、さようならスカンプさん。スカンプはこのように挑発と置き土産を両立することができるのと、かつ、中途半端に素早さが高いんで、そこもね、優秀なんですよ。素早さ76速で、なんとあの、チオンジェンよりも、速いということで、毒毒を入れさえすれば、先行で、ヤドリギ打たれる前に、毒毒打つことができるんで、それも結構、強かったりします。では、ここは、身代わりをして、剣前で、チュインチュインと、していこうか。塩漬けはもうこれも全然余裕持って耐えることできるんで、もう何も僕からは言うことはないですね。では、剣舞しましょう。チュイーン。最近、ゲーム実況者さ、今、剣舞とかで殴り合う環境じゃないから、軒並みみんなチュイーンって言ってなくて面白い。剣舞を使わない環境になって、本当に寂しいですね。僕、結構ポケモン実況よく見るんですけど、今の環境って、こういうなんか、竜の舞とかで、うえーって、罪で全抜きしていく構築じゃなくて、もう、ネチネチとチヨンジェン、ドヒドレサイクル回して、固定ダメージで勝っていくか、
まあ、あとはなんかサイクル回して戦っていくかしかないじゃないですか。だから本当に寂しいっすよね。ここは、まあ、アンコールしてくると思えないんで転売しましょう。さあチュイーン。もうポケモン実況者みんなチュイーンって言わないから、僕がこれ代わりにみんなに代弁してチュイーンしていこうと思います。おい、何やねんこの海流は。知らないやつが来たんだが、あの地味に突っ張りさ、これ回数によっては身代わり言われそうで嫌ですね。2回で済むならいいや。じゃあデカハンマー行きましょう。今回も、特性型破りですので、マルチスケールを貫通して海流の脳天を勝ち割ります。うわあ。もう頭蓋骨バッキンポッキンでしょうね。これは全治50年ですね。さあ身代わりも残った状態で、もう相手はこれも絶望しかないんじゃないですか。エルレイドで果たして何ができるんでしょうね。そしてデカルちゃんは今回地ならしを持っておりますので、これでスカーフエルレイドをケアすることができます。このように相手スカーフエルレイドでしたね。まあ、スカーフエルレイドも、まあ、地ならししてしまえば無論デカルちゃんを抜かすことができなくなっちゃうので、あとはこの生かした切り味の良さそうな脳天を勝ち割るだけです。剣は土よりも強し。これテストに出るから皆さんメモっといてください。あ、なんか日本語違う気がするけどいいや。さて対戦よろしくお願いします。今回選出はおどししデカルちゃんスカンプ、この3匹で戦っていこうと思います。で先発は、まあ、ディンルーから来そうなんで、それをおどししでスカーフでトリック押し付けることができれば、まあワンチャンあるかなという感じでやっていけたらいいかなと思います。まあアメモースも来る可能性なくはないですからね。海竜から来るのここ。これちょっと性格悪そうな海竜の匂いしますね。まあそうか、ハチマキ型か。初手からテラスタル切ってこなかったら、多分ハチマキ以外の食べ残しとかゴツゴツメットとかその辺の可能性が結構高そうですね。じゃあ持ち物見させてもらおうか。持ち物なんだ、ゴツゴツメット。オッケー。あ、炎の渦はない感じか。オッケーオッケー。じゃあこれはもう相手一生竜の舞するだけのマシーンになるので、これちょっと広大にしましょうか。多分サーフゴーとか来ると思うんで大腸力いきましょう。さあ来いよサーフゴーか鉄の毒が。誰お前。おい、知らんポケモン来てんけど、お前初手から来るポケモンちゃうんかよ。アメモースって、まあアメモースは多分雷で2パンできると思うんで、ここはもう雷で押していきましょう。ちゃんと当ててくれるの偉いね。オッケー、巻いてくれるともっと偉い。お盆の味方、これ耐久振ってますね。アメモスはね、使ったことがあるんでわかるんですけど、意外とね得を高いんですよこいつ。で今回のアメモスは落とししよりも遅かったんで最速ではないことを分かってます。落としし今回素早さ最速じゃないんでね。なのでまあここは別に雷でいいか。これでディンルーが来なかったら多分ディンルーはいないと見て間違いない。なんならこれ人類いなさそうやな。後ろ誰やろ。わざわざネバネバネットを巻いてくるっていうことは、多分マリルリか鉄の毒ガレ通していきたいっていう感じはしますね。そうか、サーフ号がちょっと性格の悪そうな道具を持ってるかどうか。ただなんか見てる感じ結構対面系で戦ってくるようなイメージ強いんで、オッケーオッケー。激鈴ならいいや。なんか珍しいっすね。5つ目持ってて激鈴持ってる海竜ちょっと初めて見たかもしれん。ただその激鈴を打ったこと後悔させてやるよ。さあちょっと本当はスカンプーで置き土産してからデカルちゃんに繋げたかったんですが、今回はその手間省けそうですね。なぜならデカルちゃんが今回はフェアリータイプがあるので激鈴を無効化することができます。では参りましょう。行くぞ。ちょっともうめちゃくちゃタイミングずらしてくるやん。チュイーン。さあこれでチュインチュインとしたことで、ではちょっとここ多分鉄の毒が後ろいると思うんで、ここ地ならし打ってんじゃないかな。身代わりでもいいんですけど、結局上取られちゃってるんで地ならしでいいと思います。
さすがに交代でしょ。カイリュウはなんか全然地震とかあったらここ直引きしてもおかしくないんで。うわ突っ張ってきた。え、マジ？ここ突っ張るんだ相手。なるほど。じゃあここなんか切って欲しそうな顔してるんで身代わり張っちゃいましょうか。身代わり張ってまあ、デカハンマーで倒してじらしていいかな。ちょっとサーフゴーダラいるぞ。いや、これはヤンキーモンキーベイビーですね。いや、マジ？じゃあ、カイリュウ、自信あること確定でいいかな。てこ、神速がないカイリュウっていいねんな、逆に言うと。多分、ゴッツで持ってるから、羽休みは確定だと思うんですよ。で、ここは多分、デカハンマーで、毒ガエタワンパンできるやろ。さすがに。半減で、威力110出るんですよ。デカハンマー威力バカ高いんで。で、それ考えたら、うん、ここ、デカハンマーでいいんじゃないですか？テラスタルクリ切ることも考慮して。あ、交代できた。これは地ならし読みですね。まあ、そんな、ドヤ読みは、わしには、通用せんよ。パカー楽しい。いやー、楽しいっすね。まあ楽しいのはいいんですが、これどうしよっかな。いや、毒ガがテラスタル切ってこないんで、ここね、結構ケアし続けないといけないんですよ。で、地味にネバネバネットが結構刺さってて、ここ、テラスタル切ってこんってことはね、炎テラスタルってこと？炎テラスタルだったら、さすがに、地ならし、弱点4倍から2倍に従うと思うんで、それは考えにくいんだよな。まあ、ここはデカハンマーでいいでしょう。地ならしもいいですけど、デカハンマーで。まあ、素早さが下がってなければ、まあいいや。これ、あ、急所はいいや。特攻上がらなければ全然いい。オッケー、特攻上がらないのにめちゃくちゃ運がいいな。オッケーオッケー。じゃあこれはもうデカハンマーで。仮に耐えられたとしても、あとはスカンプーでイカサマで倒せると思うんで。タスキか？さっきブーストレージ発動したよな。え、落としきれへんの？おー。どうやら落としきれないらしいです。え、地ならしするが正解やった、ここ。いやー、結局なんか水テラスタルとか草テラスタルされたらさ、威力60の弱い技になるから、さすがに弱すぎるなと思って打たんかったけど、なんかもうなんとも言えないですね。まあいいや、皆さん、今回は、このね、鉄の毒牙を倒しきれないところを備えた上で、スカンプ入れてますから。まあ、そう、ここ朝の日差しされると、やばいですけど。ちなみに今回のスカンプは HD です。北毛に特化して育成しておりますので、なんと、鉄の毒牙、まあ、特攻時3回上昇程度であれば、耐えることでしょう。オーバーヒートがなければね。OK。これは、見といて。耐えるから。え、勝ったえ、マジで？え、やるやん、こいつ。びっくりした、今。え、強っ！今回の戦績は8勝20敗の勝率約 28% で収まりました。まあ今回はちょっとなかなかにひどかったですね。まああんまり言い訳はしたくはないんですけど、もう今回はもうこのデカルちゃんがメアルバをエースにしないといけないっていうのがもうそもそも終わってたのかなとはちょっと思ってました。ただデカルちゃん実際アタッカー運用してみたら思ったより火力が出せて強いなとは思ってます。ただデカハンマーとかじゃれつくが通らない相手に対してサブウェポンどうするかってなった時にテラバースト入れないと火力をね出すのがめちゃくちゃ難しいなっていうのが素直な感想です。まあ、今回は地ならしを採用してるんですけど、採用意図としては今回この身代わりカムラ運用以外でまあ、地ならしプラスデカハンマーで倒せるといいかなっていうのはそういう意図で今回は入れてみたんですが、思ったより地ならしを使う機会がなかったんで、ここじゃれつくにしたり、あとはなんか鋼に強いティラーバーストとかを採用するのが個人的には強いのかなとは思いました。
まあ、ということで、まあ、今回はヤバかったパーティーではありましたが、次回の抽選パもぜひよろしくお願いします。まあ、今回使用したこちらの抽選パのレンタルパーティーと、あと一部型を YouTube コミュニティの方でも公開しておりますので、興味がある方いらっしゃいましたらぜひそちらもご覧ください。